全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。友達がお店を始めたということで行ってきました。自由が丘に行ってきました。駅から徒歩2分の距離にそのお店はあります。ビルの地下にあり、レトロな雰囲気なお店です。落ち着いた雰囲気で数名のマダムがお茶をしています。紅茶専門店ということで茶葉が30種類以上もあります。いろいろなフレーバーがあり、何を選んだらよいか分かりません。彼がおすすめする完熟リンゴのアイスティーというものを選んでみました。彼は今年の9月からお店を開いているそうで、昔から自分でお店を開くのが夢だと夢を語ってくれていました。しかも彼は24歳と若いんです。申し訳ないことに、当初彼の話を話半分にしか聞いていませんでした。お店を開くというのはお金もかかりますし、お店をやっていくのはとんでもなく大変であると思っていたからです。しかし毎回彼に会うたびに、目をキラキラ輝かせながら、将来はこんなお店を開きたいと語ってくれていたんです。その彼が今お店を開いているんです。本当に夢って叶うんだなぁとしみじみ感じました。彼がおすすめする完熟リンゴのアイスティーが運ばれてきました。今まで紅茶をなんとなくしか飲んできませんでしたが、特に美味しいと感じたことはありませんでした。ですが今回オーダーしました完熟リンゴのアイスティーは、今まで飲んだ紅茶の常識を覆すほど美味しかったんです。リンゴの風味がしっかりと伝わる味で濃いんですね。紅茶の認識を覆されました。本当に美味しいんです。ということで彼がおすすめの紅茶をお土産で購入しました。これからは紅茶にハマりそうですね。今まで全く興味がなかったことが急に興味を持つってことありますよね。それは障害年金も同じことが言えると思います。今までは障害年金という言葉を聞いても特に意識もしなかったと思います。それがあるとき、ふと障害年金という言葉に気になり始めた。障害年金というのは学校の授業では教えてくれませんので、よくわかりません。ネットでいろいろと調べても情報が溢れていて、余計にわからなくなっていませんか？誤った情報に踊らされてしまい、いつしか自分が障害年金受給できないんじゃないかと思い込んでいませんか？今なら障害年金の無料判定を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。すぐに結果が出ます。もうあなたは間違った情報に振り回される必要はないんです。あなたからのご連絡を待っています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。